寒仏会、寒仏へは、釈迦の誕生を祝う仏教行事である。日本では原則として、毎年4月8日に行われ、一般的には花祭り、花祭り、花祭りと呼ばれている。釈迦、豪魂だったが旧暦4月8日に生誕した現象に基づいている。豪丹会、豪丹へ、仏生会、仏師をへ、翼仏へ、流芸、花絵式の別名もある。 北伝仏教が伝来した地方では、一般に釈迦の誕生日は中国歴4月8日とされているが、その転居は必ずしも明らかではない。インドと基本的に同系統の暦を用いる南伝仏教圏では、釈迦の誕生日はインド系太陽太陰暦、第2月15日としてウェイサーカ祭りで祝う。インド歴二月は中国歴で四月から五月に相当するため、 中国歴4月に翻訳されたと考えられている。北拳の二国記には、拳う月の8日または1日から15日にかけて、グプタ町地下のインド各地で祝祭が行われていたと、ある。中国語で、うの月とは春分を含む月であり、タイにおけるソンクラーンなど、インド歴の正月祭が期限である、可能性もある。現在は正月など、他の伝統行事と同様に、 日本と、その他の東、アジア圏や世界各地の歌人社会は、日付の観光が全く異なる。日本では、グレゴリオ歴4月8日や寺院によって、月遅れの同5月8日を漢物会としいるが、他の東、アジア圏や歌人社会では、グレゴリオ歴へ読み替える概念はなく、中国歴4月8日を漢物会としている。インド、西域で行われていた。 行道と呼ばれる仏像や仏塔の周りを回りながらうやうやしく礼拝する国や行像と呼ばれる腰に仏像など信仰対象を乗せ過敏な行列を組んで寺の外を練り歩く行事が中国を経由して日本に入ってきて現在の形になったと考えられる。記録上、国内で最も古い仏正会は奈良県法隆寺の少量絵で行道面と呼ばれる仮面を被った人々に導かれた。 鉄が、仏舎利と聖徳太子像を乗せた古紙を、当院から西院に移し、還元と武学を報じた後に元に戻す法営だった。官物会で取り行う法要が、官物会法要である。中国では、北魏の洛陽が乱気巻き一、長州寺の城に、境内に、三重塔があり、そこには白像に乗った釈迦が空中を飛行する像が、称耗されていた。ここでは、 毎年四月四日の交旦会に、その像を故死して、途中を連行する行事が行われていたとある。その行事の際には、様々な記述が演じられ、見物人に死人が出るほどの大盛況の様を、呈したと。また、同書道館の将義二次の像では、毎年四月七日の交旦会で、当時の本尊と脇寺の二菩薩ともの三尊像が、途中を連行して、影明寺に赴き、それを、 影明寺の三尊が出迎える儀式が挙行されていた。その際の芸能音曲の賑わいは、長州寺の方影に匹敵するものであったという記述も見られる。さらに、牧さん、影明寺の城には、4月7日の正義二次の連行に、続いて、4月8日に、連行の仏像が、宮殿の前で皇帝の三元を受け、出し物は最高潮に達し、総集や信者が参集したとある。 日本では様々な草花で飾った花見堂の中でアマを満たした乾物桶の中央へ安置した誕生仏像に被釈でアマをかけて祝うが釈迦生誕時にういを使わせるために9つの竜が天から清の水を注いだとの伝説に由来する釈迦を本物としない日蓮聖衆等を除く大多数の寺院で執り行われて参拝者にもアマが振る舞われ アマチャで修事すれば上達するとの願掛けや害虫除けのまじなを作るなどする。扱いを誤りしよう不能に陥る状況をお釈迦とする表現はとも好感される。朝鮮では旧暦4月8日に明かりを灯してフッツスに服を祈る、年頭会を行う。明治時代のグレゴリオ歴導入後、4月8日は関東地方異性で桜が満開する時期であることから浄土新宗の僧侶、 安藤レーガンが花祭りの故障を提唱して、以来、宗派を問わず、幹物界の代名詞として用いられている。民間では、この時期に、農事や山野での活動時期を迎え、明治以前から、春季到来を祝す飲食や、遊興の行事や、東日本では農事を意む休日、山の神を祭る祭礼、山開きが、西日本では花立て、 うず年季と称される墓山や瀬垣が、うず8日として4月8日に行われている。これら祖先神で農事神でもある山の神を祀る際、花が一種のよりしろとして用いられることから、花で神や祖先を祀る民間習俗に仏教行事の幹物会が集合して、花祭りになったとする解釈もある。花祭りという言葉自体は、1916年に日比谷公園で安藤霊岩らが、 釈迦の誕生日法要を総称したのが起源とされ、そこまで古いものではない。さらに、祭りという言葉も、仏教行事ではあまり使われず、意外にもその起源はドイツにあるとされる。ドイツ傾向時、ドイツ傾向日本文化センターの書庫にある、財団法人国際仏教文化協会、ヨーロッパに広がる、お念仏という書籍によると、1901年4月、当時ドイツに留学していた。 近住上官など18名が、ベルリンのホテル指揮官に集まって誕生物を花で見、仏駄生誕を称える、ブルーメンフェストを開催した。会には300人以上のドイツ人が参加して、大いに盛り上がり、後にこのニュースが日本に伝えられ、幹仏会を日本でも花祭りと呼ぶようになった。という記述がある。好評だったため翌年も、ベルリンで開催され、 ストラスブルグやサンフランシスコでも同様の企画が立てられたが結局ベルリン以外では開催されなかった。当時ドイツのストラスブルグにいた渡辺海局が1916年の花祭りの実行委員として大きな役割を果たしているところを見るとこれがベルリンのブルーメンフェストの影響を受けていたことは間違いないとみられる。 寺院が経営する幼稚園や保育園の園児にはアマチャをいただく日として馴染まれ、地語行列する以下の寺院や仏教系教育機関もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。